カイル・ベンジャミン・ギブソンは、アメリカ合衆国インディアラ州、グリーンフィールド出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称はギビー。2006年の MLB ドラフト36巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、ミズーリー大学コロンビア校へ進学した。2008年は、第4回世界大学野球選手権大会に、 アメリカ合衆国代表として出場し、金メダルを獲得した。2009年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、8月17日に契約。2010年、参加の a 級フォートマイヤーズミラクルで、プロデビュー。7試合に登板して4勝1敗、防御率1.87、40奪三振を記録した。5月に、a 級ニューブリテンロックキャッツへ昇格。 16試合に先発登板して7勝5敗、防御率3.68、77奪三振を記録した。8月に1年目ながら、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ昇格。3試合に登板して、防御率1.72を記録した。2011年は、トリプル A 級ロチェスターでプレーし、18試合に先発登板して3勝8敗、防御率4.81。 91奪三振を記録した。2012年はまずルーキー級、ガルフコーストリーグツインズでプレーし、9試合に登板して、防御率2.45だった。8月13日に A 級フォートマイヤーズへ昇格。2試合に登板後、8月23日にトリプル A 級ロチェスターへ昇格。2試合に先発登板して0勝2敗、防御率9.45だった。 オフの11月20日にツインズとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした2013年3月14日にトリプル A 級ロチェスターへ移動しそのまま開幕を迎えた6月24日にメジャーへ初昇格し6月29日のカンザスシティロイヤルズ戦で先発起用されメジャーデビュー6回を投げ8安打に失点を脱三振に抑え メジャー初勝利を挙げた。8月19日にトリプル A 級ロチェスターへ降格した。この年メジャーは10試合に先発登板して2勝4敗、防御率6.53、29奪三振を記録した。2014年2月28日にツインズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。同年はシーズン通じて先発ローテーションに定着し、 すべて先発登板で31試合に投げた。13勝12敗、防御率4.47という成績を残し、メジャー2年目で2桁勝利をクリア。また、179.1イニングで打たれた、本塁打は12本だけで、9.0イニングあたりの、非本塁打率0.60は、リーグ7位の数値だった。守備面でも優れた成績を残しており、無失策。 DRS4 という内容だった。2015年は先発ローテーションの軸となり、チーム最多の194.2イニングに投げた。2年連続2桁勝利、勝つチームの勝ち頭となる11勝を挙げ、145脱三振もチームトップだった。また、この年はメジャー初関東を記録した。2016年は25試合に先発登板したが、 三シーズンぶりに規定投球回未達だった。全体的な投球内容も、いまいちで、防御率5.076勝11敗と大きく、負け越し、三年連続二桁勝利はならなかった。2017年は29試合先発で12勝10敗と、二シーズンぶりに二桁勝利を挙げたが、二シーズン連続で、規定投球回未達で、防御率も前年と、同程度であった。 2018年は、自己最多タイの32先発で10勝13敗と、負け越したが、自己最多の196.2インニングを投げ防御率、脱三振でもベストを記録するなど、投球内容はむしろ改善された。2019年は、自己最多タイの13勝を挙げたが、2年ぶりに、規定投球回を逃し、防御率4.84と、再び調子を落とした。 オフの10月31日にフリーエージェントとなった。2019年12月6日にテキサスレンジャーズと3年、総額2800万ドルで契約を結んだ。2021年4月1日のロイヤルズとの開幕戦で、自身初めて開幕投手を務めたが、1回持たずに降板するなど炎上した。ただし、その後は持ち直し、前半戦の防御率は、 アリーグ1位になるなどの好成績を記録し、7月4日に自身初めてとなるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは3回裏に3番手として登板してオールスターゲーム初登板を果たした。2021年7月30日にスペンサー・ハワード、ハンス・クラウス、ケビン・ガウリ、ー ジョシュ・ゲスナーとのトレードで、イアン・ケネディと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。ありがとうございます。